いいんだよ、いいんだよ、もっと自分を褒めていいんだよ。 Yes! ご褒美どんどんご褒美 Easy ご褒美階段板のハンコ綺麗に押せたね。2年半ぶりに窓拭いたね。下の段の鍋取るときちゃんとかがんだね。小ネギ使い切ったね。すごいじゃない、だから自分にどんどんご褒美が Easy ご褒美。とりあえずフランス語のテキスト買ったね。ランニングシューズ買うだけ分かったね。うおお、音楽教室のホームページは見たよね。ヨガ教室の見学だけは申し込んだね。続くかどうかは置いといて、そうさ、やりかけた自分に。どんどんご褒美、イージーご褒美。いいんだよ、いいんだよ、もっと自分を褒めていいんだよ。もっとハードル下げていいんだよ。そして自分にあげちゃいなよ。ピンポン、かつ手近なご褒美、ハンドバッグよりグラム旅行よりいっそグリコアーモンドピック。弾ける食感とリッチな二層チョコの味わいは大人のリフレッシュにぴったり。さんの自慢話笑顔で聞き流せた。 Yes! ご褒美。お母さんの昔話初めて聞いたみたいに驚けた。 Yes! ご褒美。息子の彼女が派手だったけど本音言わずにいられた。おしゃれな。 Yes! ご褒美。この人と暮らしてなんと本日8540日目。 Yes! ご褒美。普通に生きてる、これすごい、大人すごい、君はすごい、だからだからだから自分に、yeah! どんどんご褒美、イージーご褒美、ご褒美、ご褒美。カリッと自分にご褒美、アーモンドピークチョコレート。今アーモンドピークを買うと豪華ご褒美金のマスクが抽選で当たる。さらにダイヤモンドがもらえるツイッターキャンペーンも。詳しくはホームページで。お隣さんの自慢話笑顔で聞き流せた。すごいじゃない。 Yes! ご褒美。大人のあなたに Easy ご褒美。おいしいチョコで自分に甘く、アーモンドピーク。あげちゃいなよ。もっと自分に、もっとイージーに。おいしいチョコで自分に甘く、アーモンドピーク。あ、いや、俺も急すぎて、まだ出来上がってるんですよ、キャラが。サッカー解説者の北澤です。アーモンドピークさんに寄り添って、グリコさんに寄り添って解説できれば北澤さんとの共通点はあるかなと思います。27度ちょっとキープしていただいていいですか。それ下回ると声が出なくなっちゃうね。すげえ服だなこれ。しかし博士太郎さんと北澤剛さんを混ぜたみたいな。すごい。ちょっとここまでやってみますね。階段板のハンコをきれいに押せたね。2年半ぶりに窓拭いたね。下の段の鍋取るとき、あーすまげた。おっおー、下の段の鍋取るときちゃんとかがんだね。小ネギ使い切ったね。すごいじゃない、だから自分にどんどんご褒美、 Easy ご褒美。よーい、スタート。1、2、3、はい。はい、カット。はい、オッケー。
タイガーマンの暗黒系に押せたね。イエハブイ窓吹いたね。おお下の段の波取るときちゃんとかかったね。コネギ使い切ったね。スノピーじゃなくてわからんじゅうね。はい、カットです。いや、大丈夫です。もちろん終わっちゃった。あ、すいません、すいません。あれ、警戒。とりあえず、構えてみる。イメージ？うん、俺は誰もイメージしたことないよ。ご褒美のテーマだと思うんですけど、女性にご褒美もらったこととかありますか？女性がまずこのようにいてくれてるだけで男性はそれはご褒美なんだから、そういうこと言ったら君は女性にモテないよ。私の撮影部分、ムービー部分は終了になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや、あのね、すごかったです。あのダンスがやっぱり僕の、まあ、ダンスもまあ、ね、ほとんどフリースタイルなんですけども、今回何と言ってもこの皆さんが、ね、すごかったんですよ。この新しいダンスチーム、マダムダンスチームというこんなに多分練習量なかなかこの感じで練習量重ねて、こんなに本番クオリティを求めるとは多分思ってなかったと思います。はい、年末に向けて紅白出場とか、このチームいかがですか？ちょっと考えさせてください。イエスじゃないの？狙ってたのどう？はい、イエスじゃないの？ねえ、ちょっといちいちこう近づくたびに、あいたいたいたとか声が聞こえるんですよ。あいたいたいたとか、倒れた時はもう、うわーとか言うんですよ。最後すみません、カメラに向かって CM を見てくる皆さんにメッセージをいただいていいですか？はい、ぜひともね、この素敵なダンスを、僕のダンスチームを見てください。必ず、楽しい気持ちになると思います。 Yes! Go! Homie!